我々は人造人間のスカベンジャー部隊を頻繁に地表に送っている。時折人造人間が脱走を図る。ここ最近脱走の頻度が高くなっていて、ただの偶然とは思えなくなっている。この問題にどう対処してるの？調査を進めた結果、犯人はこのインスティチュートの内部にいる。恥じることはないわ。何のために命を懸けるかは人それぞれ違うから、私たちとは距離を置いた方がいい。お前自身のために。インスティチュートは情報より、あなたにとって難しい決断が控えている。あなたは正しい行動を取るはずだ。そういえば、相棒に抵抗がなければ、このままいい感じを続けて、もっと一緒に旅をしようぜ。ここで必要とされているんじゃないの？俺の仕事は大体は…君が見つけた隠し場所には、すごい技術が隠されているんだ。でも、クレームドゥクレームはバリスティックポリマー製だ。軽くて防御力に優れ、普通の洋服のように見える。フリーダムトレイルについて教えて。ここボストンコモンから始まる赤いラインの道をたどって進めば、素晴らしいボストンの。戻ってきたのね、輝きの海から。どうだった？バージルを見つけたわ。インスティチュートに入る方法を知ってたけど、コーサーのチップからコードを手に入れる必要があるみたい。コーサーのチップ？コーサーと戦ったの？まあすごい。残念だけど役に立てない。人造人間とは何度も仕事をしたけれど、コーサーとは一度も。このチップの役目もわからないし、ましてや解読なんて。でもできるかもしれない人たちがいる。そのグループと働いているんだけど、インスティチュートの警備を破るチャンスがあるなら彼らしか思いつかない。彼らはレールロードと呼ばれてる。レールロード？彼らは人造人間がインスティチュートを逃亡するのを手伝っている。正体は知らない。大抵はエージェントが新しい記憶を必要とする誰かを連れてここに来る。彼らの一人が合言葉を教えてくれた。緊急事態が発生して彼らに会う必要ができたら役に立つと言ってた。自由への道をたどれ。合言葉の意味はわかる？わからないけど、似た名前の戦前の建造物があるはず。そこから始めてみるといい。うまくいけば、ありふれた風景のどこかに次に行くべき場所の手がかりが隠されているかも。彼らはそんな風に考えているから。わかった、見つけるわ。うまくいきますように。曖昧な話で申し訳ないけど、自力で突き止めてくれることを祈ってる。そこで止まれ。話し合いをするために苦労してきたようだけど、先へ進みたいなら質問に答えなさい。あなたは誰？レールロードを探してフリーダムトレイルをたどってきた。敵じゃない。その話が本当なら恐れる必要はないわね。誰から接触する方法を聞いた？ドクターアマリから探す方法を聞いた。面白い。最後の質問よ、なぜここに？グリーンテック遺伝子学研究所でコーサーを追い詰めて殺した。次は奴のチップのコードを解読する助けが必要なの。何ですって？冗談では済まない話よ。パーティーを開いているなんて知らなかった。招待状は？コーサーを殺した人間を招待したのか。いいね。ディーコン、遅刻よ。この侵入者はコーサーを殺したっていうの？一人で？本当ならグローリーにさえ匹敵するわ。驚いたよボス。彼女は結構な大物だ。尋問が終わったならコーサー殺しの殺人マシンには礼儀正しくした方がいいかも。なんとなくそう思った。謝るわ。コーサーを殺す人間なら敵じゃない。私はデズデモーナ、レールロードのリーダーよ。なんとか解決できればと思ってる。
手を貸すと私たちの立場が複雑になる。デズデモナ、中に入れよう。彼女は無傷のコーサーのチップを持ってるんだぞ。セキュリティプロトコルに反する。そんなのどうでもいい。彼女はコーサーを殺した。インスティチュートの仲間のはずがない。私たちの本部に案内する。許可されたよそ者はあなたが初めてよ。持っているチップについては中で話し合いましょう。解読は非常に繊細な作業になる。間違いにつながる動作が山トム。ここにいる訪問者がコーサーのチップを持っているの。わお、本物？うわ、久しぶりだな。わかった。基本的ルールはこう。トムはあなたのためにコードを解読する。終わったらチップはこちらがもらう。なぜコーサーのチップが欲しいの？インスティチュートの技術は我々の何光年も先を行っている。コーサーのチップはその最先端なの。詳しく話すつもりはないけど、そのチップは命を救う助けになるかも。インスティチュートの作戦の一部を妨害できるかもしれない。だからチップを渡して。わかったわ。それで行きましょう。行くわよトム。奇跡を起こして。わかった、チップ君。さっきやったわねトム。この幸運が次まで続くかはわからないけどね、デズ。チップの残りの部分の仕事を始めましょう。それともっと一緒に仕事がしたいわね。興味があったら知らせて。はっきりさせておくけど、データを使ってインスティチュートに関する何かを見つけたときはまずこちらに知らせてね。そうでないと我々の関係が危うくなるから。これから先もお互いに取引をするなら同じ考えであることを確認しておく必要がある。動くなよ、よそ者。人造人間が何かは知ってるわね。噂は聞いてる。一つだけ聞きたいことがある。仲間のために命を懸けることができる？その仲間が人造人間だとしても。いや、無理だと思う。恥じることはないわ。何のために命を懸けるかは人それぞれ違うから、私たちとは距離を置いた方がいい。お前自身のために。インスティチュートは情報を得るためなら拷問して殺すことも厭わない。ディーコンが出口へ案内するわ。怪しい奴は入ってこなかったよな。つまり大いなる質問に答えて許可をもらった。デズネモーナは心情を曲げない。信念のために生き死ぬ人間だ。でも真実はそれほど単純じゃない。聞いてくれ。レールロードに興味はある。もっと知りたい？組織に加わる？もちろん興味ある。わかった。よし、俺たちの間にある共通点を見てみよう。人造人間のために死にたくないのはわかる。でもインスティチュートと奴らの非道な計画を止めるために危険に立ち向かう覚悟はある？まさかこんなことを聞くなんて。まだ決められない。それなら説得させてくれ。全員が人造人間は公平に扱われるべきだと信じている。だがエージェントの中には本気で命を懸けていない者もいる。彼らの目的はインスティチュートに損害を与えること。レールロードはそれを認めている。気持ちはわかる。人造人間を救いたい。組織に加わるならその信念を持つべきだ。でも他の何かに命を懸けるなら、まあ俺たちと一緒に塹壕にいる限りは大丈夫。勧誘は終わりだ。立ち去りたいなら今のうちにどうぞ。まだ決めてない。真実を話すからあなたの考えを知りたい。一人じゃできない大きな仕事がある。二人なら完璧だ。あなたが組織に協力し味方だと分からせればデズデモーナも迎え入れてくれる。そうなればあなたが苦境に陥った時はレールロードの仲間が助ける。引き受ける。完璧だ。レキシントンの外にある古びた高速道路で会おう。詳細は合流してから話す。身を守ってくれるかもしれない。トミーは守れなかったけど。目的のものは手に入れた。
ここで別れて地下墓地で会おう。いいチームだったわ。最高だよ。それじゃあ後で。B592 をこれほど迅速に送り返してくれた手腕に称賛を送りたい。ジャスティン、厄介事を抱えているんだが、実を言うとファーザーはあまり真剣に取り合ってくれない。君なら聞いてくれるだろうと思ってな。一体どうしたの？我々は人造人間のスカベンジャー部隊を頻繁に地表に送っている。時折人造人間が脱走を図る。ここ最近脱走の頻度が高くなっていて、ただの偶然とは思えなくなっている。この問題にどう対処してるの？調査を進めた結果、犯人はこのインスティチュートの内部にいることが分かった。ロボット工学部門の何者かが作業員のシフトを変えて、私が地表任務を許可した人造人間と逃亡リスクが高いものと入れ替えている。その何者かというのがアラン・ビネーだと確信している。人造人間は人間だと思っているんだ。人造人間と同棲までしている。吐き気がする。ロボット工学部門の端末にアクセスできたのは他に誰がいるの？そうだな、マックス・ローケンと、もちろんファーザーだが、あの二人ならよく知っている。こんなことはしまい。いや、動機と機械が揃っているのはビネーだけだ。残念だが、たとえビネーが関与している証拠があったとしても、私には処分する権限がない。だが君はファーザーが自ら選んだ後継者だ。君が糾弾すれば異議を唱える度胸がある者はいない。ともかく話した通り、シフトがロボット工学部門にある端末から改ざんされているのは確かなことだ。あとは君に任せよう。ようこそ。来てくれて嬉しい。ドクター、失礼します。我々の人造人間は実に驚異的です。驚かされない日はありません。さて、どんなご用件ですか？人造人間がインスティチュートから脱走するのを手引きしているの？ドクター・ビネ、はあ、このバカ騒ぎにはもううんざりだ。これはつまるところ、ジャスティン・アヨは自分の手で白状させるのを諦めたということです。今度は自分の汚い仕事にあなたを利用しているんです。アヨとコーサーたちはすでに証拠を探して私のラボを荒らした。同じようにしたらいいでしょう。必要だとおっしゃるのなら、何か特に聞きたいことがあるんならさっさと聞いてください。何体の人造人間が脱走したの？正確な数は存じませんが、ここ数ヶ月で脱走の頻度が跳ね上がったのは確かです。あなたの端末を触る機会があったものは他にいるの？ありえません。私が監視することなく他人に端末を触らせることなどしません。あなたの場合は例外としましょう。ファーザーが信頼しているのなら従わない理由はありません。なぜアヨはあなたが人造人間を手引きしてると思っているの？多分人造人間に対する親しみが高じて、彼らを解放するという妄想を抱くようになったと思っているのでしょう。馬鹿げた考えです。人造人間を地表に追放するなんて私にはできません。あそこは生き地獄です。そんなの解放ではない、死刑宣告だ。そんなむごいことはとてもできません。以上よ。そうですか。たまたま変更クリップが余分に手に入る。おお、新入りの人だ。ボルト出身だよね。何しに来たの？コンピューターの遠隔操作について知ってる？いや、全くわからないや。なんで聞くの？あ、何のことだかわかったぞ。いいかい、ジャスティン・アヨの考えは知ってるよ。でもあいつは勘違いしてるんだ。父さんは人造人間の脱走を手伝ってない。あいつらが父さんを犯人に仕立て上げたらひどいことになる。無実を証明できるようなことは知らない？役に立つようなことは何も知らないよ。残念だけど父さんに手出ししないでほしい。人造人間が何人か脱走したから何だって言うんだ。
まだまだたくさんいるじゃないか。リアム、正直に話してくれないと助けられないわ。もう話しただろう。何も知らないんだよ。じゃあ邪魔はしないことにするよ。あなたのくだらない操作の邪魔なんかしないよ。チェスを覚えようとしているんだが、いつもコンピューターに負ける。人造人間だけれども、アランとリアムのおかげで家族の一員のような気分にさせてもらっている。インスティチュート初のパーソナル人造人間として良い見本になろうと心がけてます。パーソナル人造人間って？ドクター・ビネーは社会実験を行っています。人造人間が人間の家族に溶け込めるか知りたがっています。彼の妻代わりにもリアムの本当の母親にもなれないことは分かっていますが、少なくとも家事の手伝いはできます。料理は上手だと思いたいです。お目にかかれて嬉しかったです。まだやることがいろいろ残っているでしょうから、そちらにお戻りください。コウさんって気味が悪くない？レイダーはとんでもない厄介者です。見つかってしまうとは残念です。待って、話し合いましょう。そうすることができたらよかった。でもあなたは知りすぎてしまった。端末の中身が分かったらあの子の仕業だと分かってしまいます。誰かをかばっているみたいね。リアムが本当の息子でないのは分かってます。でも息子のように愛するようになりました。とても賢くて本当に優しい子なんです。あの子の望みは人造人間がより良い人生を送ること、自由になることです。ごめんなさい。あなたはいい人のようだけど、リアムが人造人間を手助けしていることをジャスティンに伝えさせるわけにはいきません。ジャスティンに言わないと約束するわ。秘密は守る。私、あなたを信じます。子供を守りたいという親の願いを理解してくださったのが分かりました。脅したことはお詫びします。追い詰められて少々取り乱してしまいました。あなたが信頼できる人間でよかったです。チェスを覚えようとしているんだが、いつもコンピューターに負ける。人造人間を助けていたのは君ね。なぜ？見破ったんだ。鋭いね。ここの人には見抜けなかったのに。まあでも外部の人じゃなきゃ見抜けなかっただろうな。初めはバレるかどうか試してみたかっただけだった。腕試しのつもりだったんだよ。でもやがて分かったんだ。人造人間は本当に僕らと同じで、違いは自由じゃないことだけだってね。脱走したがっている者を助けようと決めたんだ。彼らがもっといい人生が送れるように。イブは君の秘密を守るために口封じをしようとしたの。なんだって？そんなに気遣ってくれてたとは思わなかった。人を傷つけるほどだなんて。ごめんなさい。本当にごめんなさい。取り返しのつかないことをしてしまった。こんなことになるとは思ってもいなかった。本当だよ。さて、真相が分かったからには決断しなくちゃならない。ジャスティンに報告することもできるだろうけど、提案したいことがある。ジャスティン・アヨを陥れたいんだ。ドクター・ジマーがいなくなってからというもの、あいつは好き放題やってる。あいつとコーサーどもは乱暴ばかりで、人を脅して言うことを聞かせてるんだ。父さんまで付け狙い始めたんで、もう我慢できなくなった。
それで解決になるの？ジャスティンがいなくなったら誰が彼の地位を引き継ぐのよ。アラナ・セコードだね。正直で公平だし、そして才能もあるんだ。あの人なら SRB の局長代理を立派に務められるよ。それなりの報酬を出してくれるっていうならね。じゃあスペアのメガネともこれでお別れだね。父さんがメガネをかけると賢く見えるって言ってたよ。ジャスティン・アヨを陥れるのを手伝ってくれたらあげるよ。それほどの悪党なら追い出さなきゃね。いいアイデアがあるんだ。ジャスティンの部屋に行って個人端末のセキュリティ装置を切ってよ。遠く離れて証拠を仕込んで、人造人間を助けていた犯人はあいつだったように見せかけるんだ。そしたらジャスティン・アヨはおしまいだ。全てあなたの仕事は自分にとって心の支えになっている。秘密を守ってくれてありがとうございます。セキュリティは切っておいたわ。遅いじゃないか。こっちは端末にアクセスして証拠を仕込み終わってるよ。すごいだろう。天才ね。おお、いつかロボット工学部門のトップになれるかもね。そしたら人造人間をみんな助けてあげられる。残されたことは一つだけ。父さんにジャスティン・アヨがこっそり人造人間を逃がしてたと言いつける。動機も用意してあるんだ。僕の計画ではみんなが SRB に依存するように仕向けるための芝居ということにするんだ。予備のメガネをあげるって言ったよね。はい、どうぞ。助けてくれてありがとう。噂はたくさん聞いている。踊る。すぎることはありません。ジャスティンの行いが未だに信じられません。でも彼は追放され、私が責任者となりました。子供型の人造人間、すごいとしか言いようがない。考えもしなかったです。とにかく最善を尽くすしかないですね。これまでドクターアヨが私に言いがかりをつけてきたのは、人の目を自分からそらすためでした。あの男は良心を全く持っていません。ドクター、失礼します。ドクターアヨとコーサーに一日中監視されることがなくなってすっきりしました。ジャスティン・アヨは地表に追放された。父さんは助かったし、インスティチュートで一番最悪なゴロツキもいなくなった。あら、僕たちのおかげでたくさんの人造人間が自由に生きられるようになった。僕らはいいコンビになるよ。悔しいけどあなたはとても鋭いんだね。ここのみんなには人造人間がどうやって脱走してるのか見抜けなかったんだから。その何者かというのがアラン・ビネーだと確信している。人造人間は人間だと思っているんだ。人造人間と同棲までしている。吐き気がする。ビネー、やはりドクター・ビネーが本当にインスティチュートを裏切っているなら後悔することになるわ。君を甘く見てはならないというのがよく分かった。素晴らしい。残念だが、たとえビネーが関与している証拠があったとして。おう、新入りの人だ。ボルト出身だよね。何しに来たの？いいえ、ぶらついてるだけよ。勘弁してよ。そんなに簡単にごまかされるもんか。ここに来たのには理由があるはずだ。分かってで、何の用？人造人間の脱走事件を調査しているの。もうジャスティン・アヨに言ったよ。父さんは関係ないって。僕を信じられなかったから代わりにあなたをよこしたんだな、あのクズめ。いいかい、ジャスティン・アヨの考えは知ってるよ。でもあいつは勘違いしてるんだ。父さんは人造人間の脱走を手伝ってない。あいつらが父さんを犯人に仕立て上げたらひどいことになる。そうね、信用できないものをここに置くわけにはいかないわ。父さんに手出ししないでほしい。人造人間が何人か脱走したから何だって言うんだ。まだまだたくさんいるじゃないか。そういう問題じゃない。
信頼と忠誠の問題よ。父さんはいつだってインスティチュートに忠誠を尽くしてきたんだ。それを疑う奴はバカなんだ。じゃあ邪魔はしないことにするよ。あなたのくだらない捜査の邪魔なんかしないよ。それ以上近づかないで。見つかってしまうとは残念です。銃をしまってすぐによ。私そうしたいけど無理です。あなたは知りすぎてしまった。あなたを見逃したら全てが露見してあの子は捕まってしまいます。真相を言いなさい。今すぐによ。リアムが本当の息子でないのは分かってます。でも息子のように愛するようになりました。とても賢くて本当に優しい子なんです。あの子の望みは人造人間がより良い人生を送ること、自由になることです。ごめんなさい。あなたはいい人のようだけど、リアムが人造人間を手助けしていることをジャスティンに伝えさせるわけにはいきません。リアムの行為は裁かれなければならないわ。追放されなければついてます。そう思われるならもう話すことはありません。傷つけないなんて思わないで。人造人間を助けていたのは君ね。何だけだってね。脱走したがっている者を助けようと決めたんだ。彼らがもっといい人生が送れるように。イブが死んだことを知らせておくわ。君を守ろうとして死んだのよ。まさか、そんな。ごめんなさい。そこまで追い詰めて心配してくれてたなんて思いもしなかった。本当だよ。こんなことになるとは思ってなかった。いい人だったもの。嘘じゃないよ。僕たちを本当に愛してくれてたように思う。さて、真相が分かったからには決断しなくちゃならない。ジャスティンに報告することもできるだろうけど、提案したいことがある。ジャスティン・アヨを陥れたいんだ。考えるにも値しません。 SRB はただでさえ人手不足です。幹部をまた一人失えば致命的です。ドクター・ジマーがいなくなってからというものを、あいつは好き放題やってる。あいつとコーサーどもは乱暴ばかりで、人を脅して言うことを聞かせてるんだ。父さんまで付け狙い始めたんで、もう我慢できなくなった。惜しかったわね。でもそうはいかないわ。じゃあ僕はこれでおしまいだ。でも父さんの潔白は僕が証明できるね。それから心配しなくても僕は逃げたりしない。だってどこに行ったらいいかもわからないんだ。B592 をこれほど迅速に送り返してくれた手腕に賞賛を送りたい。人造人間を手助けしていたのはアラン・ビネーではないわ。息子のリアムよ。あの子か。そんなことができるとは思いもよらなかった。あの子はどうなるの。思い知らせてやるのさ。作戦を妨害したことの代償は大きいと。犯人は捕らえられ、穴も塞いだ。称賛されて叱るべきだな。正直なとこ、あなたに解決できるとは思っていなかった。こんなことが二度と起こらないようにしましょう。内部セキュリティ対策を改善するつもりだ。ネットワークの監視強化も実施も含めてだ。じきに私はここで起こるあらゆることを把握できるようになる。この件では SRB を助けてくれた。今度は私が恩返しをする番だな。我々は多少のキャッシュを手元に置いておくことにしている。コーサーが地表の住人と取引をするためのものだ。さあ受け取るがいい。君の役に立つだろう。ドクタービニアはリアムが追放されたから人に変わってしまった。あの人は死なんです。ドクター、いつかリアムと一緒に働きたいと思ってました。今や私にできるのはあの子が外で生き延びていることを祈ることだけです。
ようこそ。自室を避けるようにしたのです。どうぞそのままお進みください。リアムがいない部屋にいることが耐えられません。思い出が溢れているんだ。いい人のようだけど、リアムが人造人間を手助けしていることをジャスティンに伝えさせるわけにはいきません。ジャスティンに言わないと約束するわ。秘密は守る。付き合う必要はありません。あなたはファーザーの遺産を危険にさらしています。私、あなたを信じます。アランはもうほとんど口を聞いてくれません。リアムがいないとここは恐ろしく静かです。イブ、そのうち地表に出られるんでしょ。リアムに会ったら伝えてください。私たちが胸を痛めていると、そしてあの子が素晴らしい人生を送ってくれるよう祈っていると。イブ、アランも私もとても苦しんでいます。リアムは私たちの全てだったから。出て行け。あなたについてとても嫌なことを聞いたわ。あなたがインスティチュートにいたって、あのモンスターたちと一緒に働いていたの。すぐに撃たれなくて幸運だったわね。でもあなたたちを助けたいの。もう手遅れよ。あなたを信用することなんてできない。ここを出て行って戻ってこないで。デズが君をここから出したなんて信じられない。俺から離れて。出て行って。パム、道具要素とのコミュニケーションを最小限にしています。ここで文通仲間になったらどうかなと思っていたんだ。もし必要なら手当てできるよ。もちろん安くしとく。何かニュースはあるの、ドクター？何も面白いものはないよ。さあ、君と君の健康の話をしよう。いえ、興味ないわ。もし気が変わったら連絡して。出て行って。出て行け。